の受験は1回目です。いえ3回で、ね、3回ともフォーサイトさんでお世話になってて、申し訳ないです。とんでもないです。いや、もう申し訳ない一発合格歌っておきながら。いえ。でもずっと3年間、はい、先生にお会いするのが夢だったんで。そうですか、ありがとうございますもう、はい、もうごめんなさい、こんなもんで、ね、いえ、もうずっと会いたい会いたいって言ってたんで3年申し訳ございません。いえ、とんでもない。もともと何か法律の勉強かなんかされてたんですか？いえ、全く何にもせず、はい、高校卒業してから20年近く何もせず、はい、行政書士が目に留まった理由っていうのは何ですかね？そもそもだいぶ昔なんですけども、はい、私の、すごくこう昔から仲のいい友人がちょっとお仕事先で、うん、ちょっとおかしな辞めさせられ方をされたことがあって、はい、で明日からどうしようっていう相談を受けて、で私も何も分かんないけど、うん、話を聞いてるとおかしいなと思って、うん、向こうの方は本来だったら彼女に保証しなきゃいけなかったり、やっちゃいけないことをやってるって分かってて、やってた、バレちゃったっていう感じの反応をされたのを見てすごいカチンときて、なるほど、はい、ずっとそれが残ってて、で何かこう資格を取ろうかなと思った時に、行政書士を取りたいなと思ったのが、はい。それまでご存知だったんですか？それともいろいろ調べてその時に、あ、行政書士ってあるんだなっていうふうに。いえ、ドラマです。はい、ありましたよね、それもね。ありました、ありました。法律って多分もともと持ってるイメージがすごい無味乾燥で、はいはい、冷たくて、なんか本当に離婚弁護士見てた時に天海祐希が六法全書に恋はないって言ったからなるほどって思ってたんですけど、本当そういう冷たいイメージがあったんですけど、先生の講義を聞いてるとすごく血の通っててすごく身近で、あ、なんだ結構面白いとか、いまだに人から変って言われるのが、すごく憲法の講義を、はい、されてる時にすごい全文とかも格調が高い文章なんですよとか、そういうふうに言われて、こうじっくり本当に読んでみて、あ、なんかすごく大事なことが書いてると思って、結構こう94条だか7条だかこうちょっと感動したりとかして、たまに見ててうるっと、まだ今までにうるっときたりとかして、憲法泣けるんだよねっていうとおかしいんじゃないよ。結構多いんですよ。あ、そうですか。実は私もまだ未だにちょっとうるっとくときあります。あ、本当だ、よかった。やっぱり作った人たちのこのその時の当時のいろんなものとかを考えると思いますよ。ね、それはおかしいかもしれないですけど、一人じゃないですから大丈夫ですよ。よかった、うん、結構いますよ。先生がやっぱり感動されながらお話をされてるから多分伝わってくるんだと思うんですけど、私割とキッチンで勉強することが多くて、はい、で DVD 見てて、うちの母が後ろで夕食とか作ってる時に、はい、作ってるはずの人が突然講義の内容にこう笑ってたりとか突っ込んだりとかしてんのをって言って見ることがあって、どうしたのって言うと、あ、もう今のお話はさ、何、どこの、どんな事件のとかって入って割と食いついてきてて、で私もこう見ようって特に勉強しなくっちゃって意気込まなくっても、はい、自然と本当に入っていくっていうか、本当にしゃっちょこばらなくてもいいかったかなっていうのと、うちの母も教え方がうまいって言ってたんで、お母様に会いたいね褒めていただいてありがとうございます、はい、言ってましたんで。今後何かこう目標にする部分とかってありますか？ですね、すごくおこがましいのかもしれないんですけども、できれば司法書士にちょっと今後挑戦したいなとは、何年かかるか分かりませんけど、本当に頑張ってる人たちの盾になれるような人になりたいと思うようになったので、生活の中にある程度学習っていう習慣がついた時に、一番狙い時だと思いますね。これでまた1年とか2年離れてしまうと、またもう一回そのエンジンをかけ直すのがすごく大変かなとも思うので、差し支えなければそのまま力をね、こうなんていうんですか、せっかく手に入れた習慣なので、はい、使っていただくといいかなというふうに思います。あ、勇気が出ますありがとうございます。こちらこそ最後にですね、ちょっと
今勉強されている方たくさんいらっしゃいますので、はい、あのメッセージの方一言よろしくお願いいたします。はい、非常に僭越ながら私なんかで申し訳ないんですけれども、あのインターネットとか本屋さんに行くと、あのいろんな情報が氾濫しているので、自分の勉強方法とか自分の選んだ道が正しいのかなって、あの真剣になればなるほど思う方もあるかもしれませんけども、あのそうやっていろんな情報に振り回されたりとか、あのいろんな人の話を聞いて不安になったり迷ったりするような、あの、まあ、正直時間とかそういうものにかける労力があるんだったら、そういう声って意外とあのやっぱり一般の普通の人たちの声であって、合格させるためのプロの人たちの声ではないので、あまり耳を傾けずに本当にフォーサイトさんの教材を信じていただいて、あのやっていただくのが実は一番の近道じゃないかなと思いますので、あの最後まで信じて駆け抜けていっていただければと思います。はい、よろしくです。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。